流れに流れて今日はね八王子にやってきましたよ。まあ、ここがねアクセスが良くねえんだな、ね、今日はね久しぶりに八王子ラーメン行こうかなということでやってきましたよ。八王子ラーメンの店に。ここだね、気がついた。いや食べましたけどね、まあ、ネギ、玉ねぎが少ない基本的にね。驚いたのは八王子ラーメンっていうと玉ねぎが多いっていう印象があるんだけど玉ねぎ少ない。味はね普通、まあ塩味が強い、まあ、しょっぱい八王子ラーメンって言ったらまあこの味かなっていう味なんだけど、問題なのはね遅い。ラーメン頼んでから、まあ、ビールがあったからバツナギできたけど出てくるのに30分かかったから、これはね基本的にね店が並ぶのはねお客のせいでも何でもなくねオペレーションのせいだと思うね。ちょっとびっくりしました。30分はねこの何年間でラーメンで一番待った時間じゃ長いんじゃないかな。座ってから30分だからね。いやびっくりしました。ごちそうさまです。多分もう来ないです。